よし、坊主2日目どうですか。坊主3日目っす。まあまあ女の子引っかかるっす。引っかかるとこうやって引っかかるんだよ。俺の前ここまで引っかかる。こっちしか引っかかる。話さんすよ。まあいろいろあって、はい、まあ坊主になったんですけど、まあ、今日は、はい、お前ならできると思うんだけど、今度は俺がお前に坊主にしたから、はい、これ、はい、その一応会社全員坊主に伝染させていく。まあそうですね。もうあのあれみたいな感じですね。あのアイスバケツチャレンジじゃなくて普通に頭坊主チャレンジやりましょうか。頭坊主チャレンジ。まあでも上から攻めてからかんすからね、うん、だったらもう次ナンバー2しかないんじゃないですか。相沢さん、はい、メガネ、メガネで、あとメガネ、エロ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 メガネ、多分次あの視聴者が見るときにはハゲメガネになったんですよ。6章訴えられるぞ。坊主イコールパワーハラスメントなんで、うん、でどうやって攻めていくの。攻めていき方は、まあ、社長に怒られた、まあ、仕事のことで、うんうん、でまあ、仕事のことで怒られて、うん、七色の責任者が相沢さんって人なんで、うん、まあ、2人とも来いと、工事でちょっとやらかしちゃってみたいな、うんうん、で僕ちょっと呼ばれて、でまあ社長にも頭買ってこいって、そのお客さんのところに謝りに行くから、うん、頭買ってこいって僕借りました。てかもう俺がお前にもう坊主にせえやって言って、俺がもう謝罪まで行っとんだもんで、坊主にした状態で待機しとけみたいな、はい、僕が坊主にしましたって。まあせえよ見せろって言われたんで、僕は坊主かなと思って。で、そういうことね。で相沢さんも坊主やりましょうよ。そうやりましょう、そう言われたらよろしくね、はい、もうやるしかないですよね。何言ってたら俺カメラ回ってんのよ、めっちゃ怖いからね。あれ〇〇だからあれやるのも今画面の人、今画面の人、今画面の人。そう、まだいい人、まだいい人、まだ面白いの、面白い感じで今回はもうその、まあ、相沢さんを、うん、まあ、ボスにさせます。まあ、人いじめとんのが一番楽しいんだもん、分かって。まあ、そうそう、キレイ触れてますよ。そう視聴者の皆さん、お前クズだから、はい、うちの中で働きたいなって言わんがいいよ。申し訳ない、容器おるすぎて、やっぱ経験者と、はい、塗装ちょっと来てほしいな、YouTube 出れる子がいいな。まあそうですね、まあ喋れる子がいいですね、特に。もし相沢さん坊主でいいやったら、ゴリだぞ。いや、全然もいいですよ、ここまで来たら何でもいいですよ、変わらんけど。ゴリじゃなくて、ここだけ吸いてるわ、みたいに。これと同じか、それの方がいいよな、ここだけ吸いて。ジェイソン・ステイサムだったよ、ジェイソン・ステイサム。コメントでよく俺のことハゲって言ってるんですよ、お前、ほんとよく見ろ、俺の頭。吸いとんやで。めちゃめちゃ吸いとんやで、ほら。吸いとんやで。ハゲちゃうわ。もしやってなかったら、もうだってあれだよ、ジェイソン・ステイサムヘアが3年になっても、もう分かると思うんだけど。じゃあ視聴者の皆さん、はい、楽しみにしておいてください。お願いします。頑張ってください。はい、じゃあ今から僕が電話していきますんで。さっきもまあオープニングでまあ社長が言ってた通りですね、相沢さんと予定をね合わせたいんで、一回相沢さんに電話してみたいと思います。ボルスバンサービスに接続します。電話出んじゃん。どうしよう、電話出んな。やめようか。それちょっとあのカミソリ持ってきて、ジェイソン・ステイサムにしようかな。動画撮らずに。それでいいもん。社長に自撮り送って。そう、自撮りで送って。出ませんでした。そしたらもうあれだろう、動画ポッていいだろう。あ、お世話になります。株式会社七色の藤沢です。お疲れ様です。あ、寺道です。すいません、お願いします。あの、ちょっとガラケー落ちちゃって、ちょっとあの僕のプライベートの携帯で電話しようんですけど。うん、あれ、相沢さん今日夕方何やってます？夕方ね、はい、申し込み、そっか特に何もない、なかった。あ、いや、ちょっと話したいなと思って。そう、はい、なに、急にどうしたの急に。いや、もうちょっと話したいなと思って。ああ、いいよいいよ。まあ、普通、まあ仕事の話なんですけど。では6時にちょっと春日井店行きます。うん、お願いします。それカングルは何々ってなるっしょ。それなりに焦ってましたね。最初って普通にお客さんだと思って普通に電話してたら、もしもし、株式会社七色のって。6時に春日井店に行くもんで、その前に行ってちょっと隠しカメラだけ仕込んどくわ。白紙の演技見せるわ。しかもこんだけ頭丸めてきとるやん。逆にびっくりするわ。じゃあ相沢さんは坊主にするまでワープ。春日井店のプランナー、まあ、管理してる子にカメラをちょっと仕込んでもらってね、隠しカメラでちょっと相沢さん撮っていきたいと思います。これも本当にマジで本当あれですよ、いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますねって思うわけねえかね。本当にだって丸刈りにされるんだもんな。それでですね、着替えましたんでスーツに。まあ一応社長がまあ7時に来る体なんで、まあそれまでに相沢さん坊主にできるかどうかね、坊主にさせていきますわ。はい、どうしたらどうしたら、え、試乗品じゃないですか。はい、
で、それでまあ社長が、まあ電話かかってきて。社長に電話かかった？社長に電話かかってきたらしいです。はい。で、なんかまあ聞いてみたら、まあそこのアパートで。で、そこでなんか足場の組み立て中にそのままなんか帰ってたらしいですよ。お前とお前、春日井の責任者、お前連れてこいつ。お前から相手さんに行ってこい。もう頭を乗れて、もう反省しとけよ、とか言って僕言われたんです。ここに社長とその人来るの？来るって言ってました。それ言ってよ。マジ？で、お前からも相手さんに行ってこい、とか言って。頭丸めてこい、とか言って。相手さんにもそれ言っとけ。言いづらいじゃないですか。僕も言えんじゃないですか。こんな頭丸めて。で、お前が言えですよ。頭と思ったんですけど。まあ一応僕もやってきたんですけど。なんすか？清水か。はい。はい、あいつ、頭丸めてこいよ。あれ、早く行っとけ、言ってた。そう、マジか。確か社長、もう近くに来とるかもしれないですね。まあでも、僕一応買ってきたんだと。まあ、それはいいっすね。十分ですよ。あ、でも、また戻ってくるっすね。急展開だ。はい、急展開で話してる。最初僕なんか YouTube かなと思ったら最初坊主入ってきたからなんか。いや全然違うですYouTube で僕坊主なんか絶対しないです。最初から大人やな。いやそう。どこ行きますか？どこ行きますか？どこ行きますか？江戸さん、こっち見てください。こっち見てください。お疲れ様です江戸さん。おお社長もこれ知ってますよ。マジで興味ない。お疲れ様ですドッキリです。いや僕が丸刈りにしてきたら相田さん丸刈りにしてくるのかって。だからすいません、すいません、申し訳ない、すいません。とりあえず中でもいいですか？すいません。まあ今日そういうなんかあのドッキリですね。僕もピンマンやりますので、ここに。いや、やっぱな勘が当たっとるやんか。当たっとる。これもうエンディングっすね、多分エンディング。マジかなんか具体的に名前出したのかなと思って、お客さんの名前。そしたらまあここピー入るんですけど、そしたら多分そしたら騙されるかなと思ってパッて言ったら、それをそしたら元々社長の知り合いですよって言われたので、バッチコイだと思って。まあ今回の検証なんですけど、相田さん、まあ僕が坊主にしてきて、まあ社長に坊主にしろって言われたからっつって、相田さんも坊主にするのかなと思って。逆に僕指令で社長に相田さん坊主にしてこいって言われてますからね。ああそのオープニングでオープニングで坊主にしてこいってなって、最初カメなんかさ最初おかしいと思ったんだけど、さすがにさ、はい、こんなにパシッとしてるしさやっぱり良かったっすって言って、焦った焦ったっていうか、だってあれさんずっと掃除してましたからね。いや社長そこまで切るってなかなかないな。なかなかないっすよね。いや僕何て言おうかなって、あと全部アドリブっすよね。アドリブでなかなかないじゃん。その前の予兆かもしれないです。今の最初にさ、アルバイトピーター行った時にさ、最初、はい、運転してる道じゃないと思ったら、なんかこう、シルエットが。シルエット。いや、じゃあベトナム人がないけど。運転手はこうやってこうと思って。はい。で、一人で出てくるから。え、カメラを、どうぞ出てきてもらって。知ってんの？知ってます。知ってます。マジマジ？はい。絶対言うやなって、食い出したんですよね。あ、なんであいつなんか。はい。郵便局にポストに行きますとか言って。どういうこと。まあ今回ちょっといい絵撮れたんじゃないでしょうか。しかもこの坊主になったの何か知ってます？全然僕普通にノリでやりましたからね。でもせいぜいさ、話聞いたって30分1時間じゃん。はい。うおー、さすが営業。こっちから行ったら、はい、すいませんしたって帰れるけど、はい、帰ってくれとは言えないでしょ。あー、そういうことですね。責任者か、責任者が坊主なんだと。社長そんなこと言うかなと思いながら。でもあと僕ら2人とも坊主になるんですよね、スキンヘッド。そう、多分僕ら2人とも坊主になる。また僕の髪の毛もかかってたんですよ。相田さん坊主にしてこいっていう使命だったんで、相田さん坊主にできちゃったらお前ら2人とも坊主なんです。その無理やりいけなかったんですって。相田さんマジやばいっすよって言って、坊主にした社長多分ぶち殺されるっすよって言えんかったっすもんね。まあ社長、やられた。相田さん坊主にはできなかったですけど、一つあったっす。
社長が来るってなったらかなりテンパって掃除してましたね。掃除でテンパってるっていうかさ、お客さん来るからお客さん来るからダノモシがしとったからね。まあぜひ今回の動画あのいいと思ったらあのチャンネル登録といいねして、チャンネル登録といいね、うざっす、うざっす、また見てねー。